イソジンでうがいする意味ってあんのかな？イソジンの仲間である第三類医薬品のコフチールうがい薬があります。この水道水にポピドン溶度製剤を6滴入れてだいぶ色がついてきましたね。色のついたポピドン溶度希釈液の酸化作用を奪っていきたいと思います。抗酸化物質ビタミン C アスコルビン酸です。こいつを一粒入れていきます。こんにちは、こんばんは、吉岡秀樹です。ポリビニルピロリドンと ヨウ素、ヨウ土とでできているポピドンヨウ土が話題になっていますね。このポピドンヨウ土はうがい薬として有名なイソジンの有効成分です。このポピドンヨウ土が話題になった理由っていうのが、とある府知事さんが、嘘みたいな本当の話なんだけど、ポピドンヨウ土を使ってうがいしてもらったらね、 PCR 検査で陰性になった人が増えたんですよみたいな話をしたんですよね。検査結果が陰性になった人が増えたんですよ。これが今日のハイライトです。強力な殺菌消毒剤であるポピドンヨウ土を使えば、口の中の環境っていうのは大きく変わります。その変わった環境で検査をした結果って果たして意味があるんでしょうか？これってよく考えてもらえばわかるんですけど、解熱剤を飲んでから体温を測ったら体温がね下がってたんですよ。嘘みたいなほんまの話なんですけどね、的な感じですよね。まあこの辺のコントみたいな話は置いといて、いい機会なので今日はポピドンヨウ土についてお話をしていきたいと思います。ポピドンヨウ土の殺菌消毒作用についてお話をしていきます。先ほどもお話ししたように、ポピドンヨウ土の中身はポリビニルピロリドンっていう高分子化合物とヨウ素、この2つです。この部分がポリビニルピロリドン、略してポピドンで、この部分がヨウ素です。殺菌消毒効果を発揮するのはヨウ素の部分です。ヨウ素分子が水に溶けると、ヨウ化水素と次亜ヨウ素酸になります。ちなみに塩素分子が水に溶けると塩化水素と次亜塩酸になるんでしたよね。ヨウ素も塩素も同じハロゲン族元素なので似たような反応が起きるんですね。次亜塩素酸には酸化作用、殺菌消毒作用があるっていうのはご存知だと思うんですけど、次亜ヨウ素酸にも同じような殺菌消毒作用、酸化作用があるんですね。明治製菓ファルマのチームが2015年に出した消毒薬としてのポピドンヨウ土っていう文献の中では、次亜ヨウ素酸に水素イオンが結合してできる H2IO プラスイオジンハイドレート、ヨウ素水和物の強い酸化力が殺菌および殺ウイルス作用の発揮に直接関与しているとされていると書かれています。ヨウイオンのヨウ素 I プラスが反応するみたいなんですね。まあこの文面を見てる限りは、次亜ヨウ素酸っていうのもあまりよく分かってないのかなっていう感じがしますよね。で、ヨウ素および次亜ヨウ素酸には酸化作用があるっていうのが分かってもらえたと思うんですけど、このヨウ素から酸化作用を奪うとどうなるのか実験してみたいと思います。実験。ここに話題のポピドンヨウ土製剤、イソジンの仲間である第三類医薬品のコフチールうがい薬があります。こちらはポピドンヨウ土製剤ではなく、ヨウ素製剤の非ヨウ土沈気があります。今から興味本位の実験をやっていきます。ここに新潟県長岡市の水道水があります。酸性度 pH は 7.62 です。この水道水にポピドンヨウ土製剤を2滴入れました。6滴入れてだいぶ色がついてきましたね。それではこの希釈液の酸性度 pH を測ってみましょう。 7.42。 この程度だとさほど下がらないですね。それではこの色のついたポピドンヨウ土希釈液の酸化作用を奪っていきたいと思います。そのために使うものは抗酸化物質ビタミン C アスコルビン酸です。こいつを一粒入れていきます。おお、あっという間に透明になりました。
ちょっとポピドン用土を足してみます。うん、あっという間に透明になります。ビタミン C はさようなら。では次にここに次亜塩酸水溶液 200ppm 強のものを入れていきたいと思います。ではいきます。液体の量が増えたのに色が濃くなったと思いませんか？酸化力を奪われていた要素が次亜塩酸によって酸化されて要素が再び遊離してきたんですね。この実験に意味があったかどうかっていうのは正直よくわからないんですけど、興味本位でやってみました。皆さんもよかったらぜひやってみてください。さて、意味があるかどうかっていうつながりで、ポピドン用土製剤イソジンを使ったうがいに意味があるのかどうか、これに関する興味深い研究を一つ紹介します。2002年の12月から翌月2003年の1月にかけて、健康な成人男女のボランティア387名を対象に京都大学のグループが行った研究です。このボランティアの人たちをランダムに3つのグループに分類します。1つ目、いつも通りの生活を送ってもらうグループ130名。2つ目、水うがいをしてもらうグループ122名。3つ目、ポピドン用土を使ったうがいをしてもらうグループ132名。人数的に3人合わないんですけど、この人たちはこの研究から脱落しました。この研究の結果、風邪の症状の発生率を1ヶ月間100人あたりで見てみると、いつも通りの生活をしたグループは 26.4 人、2つ目の水うがいしたグループは17人、3つ目のポピドン用土でうがいしたグループは 23.6 人という結果になりました。ちょっと意外な結果だと思いませんか？ただの水うがいをしたグループが一番風邪の症状を抑えることができたんですね。予防効果があったっていうことになります。これ統計的な計算をしてみると、普段通りのいつも通りの生活をしていた一つ目のグループと比べて、水うがいをした二つ目のグループは風邪の発症率を 40% ほど低下させる、抑えることができたということになるようです。そして殺菌消毒作用があるはずのポピドン用土を使ってのうがいをしたグループは、いつも通りの生活をしたグループとほぼ変わらなかったんですね。意外な結果だと思うんですけど、これは一体なぜなんでしょうか？ポピドン用土の殺菌消毒作用っていろんな文献を見てみても間違いなくあるんですよね。なのになぜ水うがいに負けてしまったのかっていうところなんですけど、注目したいのは先ほどの研究の方法です。どんなうがいの仕方をやってもらっていたのか。水やうがい薬を 20ml 使って15秒うがいしてもらう、これを3回を1セットにして1日3セット以上をやってもらってたんですね。朝昼晩の3回でやったとしたら、毎回45秒ずつやってもらったわけです。ちなみにインフルエンザウイルスを使った研究では、ポピドン用土のうがい薬を使った場合、15秒もあれば十分に効果が確認できました。なので45秒もうがいする必要って実はないんですよ。過ぎたるは及ばざるがごとし、やりすぎた結果マイナスに働いた可能性ってのも否定ができないんですね。マイナスに働いた理由としては、1つ目、菌抗体症の可能性、2つ目、アルコールによる問題。ちなみにこの用土鎮気には添加物として適量の 70% エタノールが使われています。適量って何っていう感じですけど、こちらのポビドン用土を使ったうがい薬も添加物としてアルコールが入っています。このアルコールの影響で粘膜が乾燥して弱っちゃって、結果的にマイナスに働いてる可能性っていうのもあるんですね。ポビドン用土っていうのはいろんな菌やウイルスに対して効果があるので、言ってみたら絨毯爆撃をするような感じなんですね。だから口の中で使うと、いい菌とか悪い菌とか日和見の菌とか、そういうバランスを絨毯爆撃のせいでリセットをされてしまうわけですよ。まあ菌のバランスを崩すっていうことですね。
その結果、本来の姿ではない環境になってしまうっていうのが筋後退症です。すでに筋のバランスを崩していて、問題が起きているような状態。つまり、すでに不調、不具合を感じている時に使うっていうのはいいと思うんですよね。なんですけど、不具合を感じてない時に使うっていうのは、むしろデメリットの方が大きく出やすいんです。こういう視点で言えば、自己責任とか通われてる歯科の先生の裁量権の範囲で次亜塩酸水溶液をうがい薬として使っている人も同じことが言えると思います。予防のためにと思って日常的に漫然と使うのはやめておいた方が無難だと思います。またポビドン用途に関して言えば、要素の過剰摂取による甲状腺への悪影響、ポビドン用途のうがい薬って割と酸性度が強いので、その酸による歯への悪影響および着色、この辺のリスクもありますから、日常的に使うっていうのはやめておいた方がいいんじゃないかなと思います。ルルとかベンザとか風邪薬を風邪の予防のためにって飲む人いませんよね。やっぱりなんかおかしいかなって思ってから飲みますよね。発想としては全くそれと同じです。じゃあなんか他に予防する方法はないのか、心配だからなんかやりたいんだけどっていう、そんなあなたのための動画あるんですよ。概要欄にリンクを貼っておきますので、この動画が終わり次第引き続きそちらをご覧ください。ということで今日は、イソジンでうがいをするのはどうなのか、健康なのに予防目的として漫然と使うのはダメで、何かの異常を感じて短期的に利用するのはありですよっていうお話をしていきました。何かしら参考になりましたらグッドボタンを押してもらって、また次の動画で会いましょう。